ありますよってこと。16、2個の方がやっぱ伸びいいんだよな。で、このあたりから何やってるかっていうと、北か、3、これなんだ、イヤゴターミナル歩いて、にゃんこと、出会ってね、めちゃくちゃ可愛いにゃんこでしたよね。ぜひ見てほしい。そ、伸びてないんだよな、これ。にゃん、まあ、35だから、まあ、ロングどうかとして悪いなんだけど、いや、マジでね、このにゃんこの可愛さをね、ぜひ伝えたい。っていうところありますね。で、あとはバーチャル月間散歩にして、で、あと何？ 4 つ、あ、そうか、この頃は、金曜日に4つ目をあげる、もあげて、バーチャル、そのメインの動画もあげるので、サブの動画もこの日はあげたんで、4本投稿っていうね、カオスなことになってます。10時にあげて、8時にあげて、9時にあげて、11時にあげるっていうね、超ハイペースですね。これなんかもう、ここはまた別か。朝一バーチャル月間散歩はずっと続いとったんで、もうそれを、もう3本挟んでね。もう無理やり、こじつけてやってましたと、いうところですね。で、118、16で、トヨタバスで乗り換えしてって言って、まあ結構バーチャルがちょっと続く感じでしたね、このあたりは。夏の天で行ったところを全部、バーチャルでね、一回散歩するっていう取り組みをやってみまして。まあ結構このバーチャル一回散歩も結局喋ることができるんで、いいのかな、という感じでしたね。まあ、そのところでしたね。で、山田決算会が入って、豊鉄のやつが終わって、で、山田決算会初めて、これが、いざ編集し始めて、やばいやばいやばい、全然終わらん終わらんってなって、これなんて1日5本上げてんの？なんで5本も上げてんの？豊橋の動画を上げて、サブのね、動画を上げの、で、4つ目の動画を上げの、で、おにぎりチャレンジを上げので、おにぎりチャレンジのエビデンス動画って言ってね、エビデンスっていうのは要は、証明動画ですね。ですから、その、ちゃんとはその、短縮してるところを不正してませんよ、タイムタグとね、リアルタイムで合いますよっていうのを、証明するためのエビデンス動画っていうのを、作ってやってました。まあ一応タイムアタックって形なんだねってあれなんですけど、まあこういうのをね、いちいちちょっと作らないときね、まあ別に、作られてもいいんじゃないかっていうね、意見も、あるところではあるんですけど、ただ、ないとないでね、本当にちゃんとやってるのか不正があるんじゃないかっていう、指示中もね、わーっと湧いてしまうんで、まあ、正直ね、湧いてもらった方がいいんですけどね。悪名は無名、悪名は無名に勝るかっていうね、ことわざもありますけど。あれ、まさにで、ね、まあ、うちの場合はね、多少ちょっと、荒れてもらった方がいいんでね、多少そういうやつもやってよかったかなと思いますけど、当たり前のように、この、火消しのね、対応をね、しとったんで、結果的にもう、わけのわからんとこ数になりましたからね。まあ、もちろんこのね、エビデンス動画は全然伸びないです。エビデンス動画はね、もう全然発生して、まあ、それは当たり前です。別に伸ばそうと思っても、やってるわけでもないんでね。いいんですけど。っていう感じでね、やってもらう。まあ別に、だから、その、タイムアタック要素をね、料理紹介系なやつだったらもういいやって言うんでね。そのあたりとかもやってるとか。あともう、マンボプラスのね、やつはね、ちょっとね、音質がかなりね、広い、状態になってたんでね、ちょっと申し訳ないなと思ってますけど、見ていただいた方ありがとうございます、というところでございますね。で、最後も、いなり寿司とか食べて終わってって感じでしたね、3月は。で、4つ目のやつもあげーの、っていう感じでしたね。という感じでございました、ということで。まあ、こんな点とかね、やっぱ1500、1500、1300、1300、伸びてる、ね。回線とか、やっぱね、ですから、こういう風にして、他のところのね、やつの、その、だから、なんか、タイムアタックっていうよりも、いろんなものを食べるっていう方のが伸びるのかなっていう感じがしますね。じゃあ、それでやっていけばいい、それ一本でやっていけばいいやないか。別に、食べる、ね、簡単にパッとスーパーで買えるもんで、こんないろいろとできるんやったら、別にね、コンビニとか別に業種を絞ってるわけでもないんで、いいやないかと思うかもしれませんけど、これはね、単純に私の、仕事のシフトの問題でございまして。終わるのがね、夜中の3時とかだとね、皆さん、夜中の3時のコンビニ行ったことありますかと。行ったことはね、夜型で逆に行ったことある人もいるかもしれませんけど、2時3時のね、夜中の2時3時の、ローソンとかね、まあ、どこでもいいです。どこのコンビニでもそうなんで、びっくりするぐらいね、この手のね、お弁当とか、サンドイッチとかね、この手のやつはね、もう本当に売れ残りしか残ってねえんすよ。
その後ね、4時か5時ぐらい、5時ぐらいから補充が入ってくるかな、大体どこも。形なんで、5時以降に行くと、だから6時前とかに行くと、わーっとあるんですけど、その時間だとね、もうね、ちょっと私ももう、戻ってますし、っていう感じでございますので、あにゃ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 、だからね、ちょっと仕事終わって帰ってくるとね、コンビニでね、別に買えばいいやんってね、なるかもしれませんけど、まあ、そもそもスーパー系がね、もう、そんな時間にね、空いてるところって、まあ、一応マックスバリューとか空いてますけど、まあ、ただ生鮮品はもう残ってないですからね、基本、ほぼほぼ残ってないんで、まあ、お肉とかああいうのはね、パックで、日持ちするやつはあれですけど、刺身とかでももう基本残ってない感じになってますから、夜中の3時とかだとね、ですから、めちゃくちゃ買え、その、お弁当とか基本的にもう置いてないんで、ってなるとね、こういった弁当消化みたいなやつは、もう取れるのがもう単純に半分未満になってしまうというところでね。で、まあ、あと、単純に私の場合、ね、その、お給料のね、チャリンチャリンの、兼ね合いもあって、まあ、節約生活して、まあ、自分でね、お米炊いてとかやることがほとんどなので、これをね、毎日弁当生活にするとですね、なんと破産するというね、それぐらいちょっとギリギリの財務状況でございますので、1日平均250円ぐらいで収めないといけない。だから、弁当を買った次の日はね、20円のね、お米20円分炊いて、それ塩おにぎりにしてとかね、いうような感じでね、なんとかしてね、調整してね、やってるわけでございますですね。だから、うまい棒の企画はいいんですよ。あれだったら10円ですから、1日10円だから、予算内に収められるぞってことでね。そんな感じですのでね。まあ、うまいことそのあたりとか折り合いを混ぜながら、取っていくって形になるのかなと思いますね。でないと、メインの動画で、まだ、今度ね、その JR 西日本の方も行かないといけないです。新企画でね、実は、駅ナンバリングでね、駅ナンバリング縛りでね、駅を訪問するっていう、企画とかも実は考えてたりするんで、それをね、あげるってなるとね、まずはちょっと、旅企画になります。まあ、先に多分 JR 西日本の方をね、取りに行くと思いますけど、駅企画の方はね、かぶりようがないですし、ナンバリングの方はね、かぶりようがないですからね、別に、かぶったところでどうのっていう感じもありますんでね。ですので、まあ、多分、ただね、その、あれもね、山口とか残ってるでしょ。で、まあ、和歌山とか東か、羽衣だっけ。あの辺りとかはね、まあ、ちゃんといけるとは思うんですけど、そんなに苦労はしないと思うんですけど、結構、九頭竜湖とかもね、行かないとってなるとね、なかなか大変でね、時間もですけどね、予算の都合がね、なかなかつけるのが難しくて、今ちょっと工面に苦労しとって、なかなかパッと取りに行けんなっていうところでね、で、あったりするんですけどね。あ、その辺りもちょっとね、今後どうなるのかわかりませんけどね、まあ、一番いいのはね、お金の面の、ね、解決とかね、ポーンとついてね、あんなもん予算なんて関係ねえ、ってなった時には、トトでも当たったのかなと思ってから、まあ、ただトトを買う資金もないですから、今。ということなんでね、まあ、何かしらちょっと、それぐらいの元手ができたら、ちょっとね、何かでね、ちょっと増やしたいな、っていう感じもありますけど。まあ、いろいろちょっと、そのあたりはね、ちょっと、パッと計算しながらね、やっていきたいなと思っておりますというところかな。まあ、4月以降は多分このショーツが、まあ、これから多分しばらくショーツ全盛期に入っていけるのかなというか、これでショーツ崩れると、まあ、正直厳しいんで、まあ、ショーツがもう10再生とかでずっと続くよってなったら、多分メイン動画だけのね、方にまた切り替えて感じになると思いますけど、まあ、ただね、これで結構ね、視聴者層でいくとね、3月は結構、増えてます。でね、視聴者も登録者数も増えてるし、アクセスはでも言うショート動画だと、でもやっぱ日本が多いんだな、ということでございますんでね、まあ、ただ結構他の国はまあ増えてきてますんでね、ちょっとそのあたりとかもね、うまいこと、まあだから、あれとかもね、買いながらですね、投稿する時間とかもね、いじりながら、あれ、まあ、朝10時って、その、何、メインじゃないから、その時間にしてるってのもありますけど、まあ、ショートなんでね、10分休憩とか、10時以内にね、休憩入れてある、会社さん、
が、結構まあまああるみたいなんで、そこら辺とかをね、使ったりだとかっていうのと、まああと単純に、時差の兼ね合いで結構、英語圏のところとかになってくると、これぐらいに上げてくるのも間違いかなという感じで、狙ってあげてますよといった感じでございますね。まあそんなところでございます。まあこのあたりもちょっと時間を切りながら、まあとりあえず今10時投稿で言ってますけど、ちょっとこのあたりはね、今後かなりフレキシブルに、まあもしかしたらこの1日2本投稿ずっと続けても、ダメだ、やっぱり慣れてきたけど、どっちにしろ、いろいろ処理の都合上、時間が合わねえとかってなってきたらね、ちょっと、まあ、ショーツを減らす形でメインの方は、やっぱし、長尺動画をね、メインで上げていきたいなと思うんで、そっちの方はね、というか、取りだめしてあるのか、全然まだ出してないですからね。いい加減これちょっと出し切っちゃわないといけないんで、ちょっとそっちの方とかも力入れながらやっていきたいなと思うと思いますんでね。まあ、そのタイムね、全部ね、またね、なんかあったらね、コミュニティの方でね、書き込みでね、ちょっとデータとかも出していきたいなと思っておりますんで、そっちの方もね、また、チャンネル登録いただいた上で、ちょっとね、ると、こう、アップでね、ポッと出てきたりするようになってますんで、ぜひね、チャンネル登録とね、いろいろとしていただければと思います。ということで、この動画ね、これぐらいで締めようかな。なんやかんやで4回分ぐらい撮れてんのか。厄介だね。ということでございますんでね。まあまあまあ、今回ももうドンと切って出して。長尺でもいいや、こいつに関してはね。っていう感じでね。やっていかないともうハードの動画出せないですからね。なかなか難しいと思うんです。本当に、無限に編集する時間があったらいくらでもね、編集しますし。してね、1日10本でも20本でも出すところなんですけど、なかなかそうはいかないんでね。パッとね、なかなか時間と予算との戦いでございますけど、まあなんとかやっていきたいなと思っておりますんでね、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、この動画これぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。花粉症はお朝まや。